今の木桶のお話を聞いて山本さんの方で何か今回あの2つの木桶がお嫁に行って活躍を始めたわけなんですけど、何かあれば。このきっかけなんですけど、まずエグさんの方は本当に1月の発行のイベントがあって、でその時に、一緒に登壇して隣に座ってたんですよ。でその木桶っていう話が出たので、本当に終わった後に突然コラボしませんって声かけたんですよね。でちょうどその時に職人を育成するために練習で一本桶を削ってもらうんで、その練習用の桶でよかったらあげるよその代わり木桶を PR してねっていうので、その場でしましたよね、その話を。そうですね。で結局その僕らの蒸留所を作る時に、あの扉がその醸造室に入れるため の, あの扉が木桶のサイズに足りなくて、あの削ったんですよ壁を削って扉をあの大きく付け直して、それで入れたっていうぐらいの、まあ、なんかこともあったんで、すごく思い出深いですかねありがたいです。もうほぼ勢いです。もう本当勢いで始めたみたいな感じですね。そうですね、はい、はい。でこのバラデの方はですね、テオさんに差し上げるためにイタリアに送ったのではないんですね。イタリアのミラノサローネでこう樽の展示をしたいと。これも練習用で作る桶が1本あるんで、桶あげるからタダで出してって頼んだんですよ。で言ったはいいんですけど、イタリアに桶を送るのに130万かかりましたもう勢いです、あげるって言ったって。でとりあえずそれで送ったんですけど、何も考えてなかったので、持って帰ったらまた130万かかりますよね。だからもうそのいろんなイベントで万博会場の近くでイベントするときにこう移動させながら展示して PR 使ったんです。いろんな人がやっぱり写真を撮って触ってしてくれて、でも移動するたびにね20万ぐらいかかるんですよえらい目にあったんですよ。でその後どうしようかって考えた時に、食科学大学の方に置いてくれないかっていう話をすると、テオさんがタルマニアだって聞いたんですよ。これは面白い人がおるわと。それで木桶を一本差し上げるんでビール作りませんかと。その代わり木桶の写真とか木桶っていう文字を入れて木桶を PR してくださいねっていうので差し上げたんですね。それがあのバラデンでビールを作るきっかけになりました。また井口さん、あの最初なしだったじゃないですか、はい、次ってきましたよね。次ってきましたね。次何仕込むんですか。今ねリンゴを実はやってる。あ、もうリンゴが入ってる。リンゴが入ってる。なので、まあ、リンゴがあのできるといいなと思ってます。で本当はあの僕グラッパやりたいんですよね。木桶でやっぱりワイナリーさんが今そのワインを絞った後にあのブドウの、まあ、絞りかすみたいなものを使えないかっていう相談がすごく多くて、でいろんなワイナリーさんからこうブドウのかすが届くので、まあ、それをバンバン入れてって、でもう何なら半年ぐらいやって、半年ぐらい熟成あの発酵させてで蒸留するっていうのをやったら結構面白いんじゃないかなって思ったりもして、まあ、やっぱり量がいるのと、まあ、その杉が来ても負けないっていうなんかこうちょっと強さのあるものでなんか考えていけたらいいかなと思ってます。はい、楽しみにしてます。頑張ります。あとデイさんの方なんですけど、世界中の人に木桶による発酵文化を知っていただきたいので、その、情報発信を本当に一緒に協力してやっていただきたいなっていうのが一番思ってます。でイタリアに話題になれば日本の女性は弱いですよねそうすると日本の木桶の発酵文化が広がりますので、それも含めてテオさんよろしくお願いしますリスポーンです。コメントでメールコミュニケーション。
noi sì, ma, allora, noi sicuramente, cioè, io penso che il lavoro grande l'abbiamo fatto attraverso questo oggetto, no? Perché questo in realtà noi l'abbiamo mandato in 50 paesi al mondo, no? E mandando, perché noi facciamo di questa birra circa 5.000 bottiglie ogni 2 anni, no? E però dedichiamo proprio a ognuno di questi 50 paesi, no? Un numero, cioè soltanto 100 bottiglie per ogni paese, no? E l'obiettivo è proprio quello di andare a raccontare, come è fatto attraverso questa etichetta che racconta la storia, no? Proprio la storia di questa tradizione, di questa botte, in tutto il mondo, 50 stati, sono tantissimi, no? Ed è il nostro modo per dare un contributo, oltre a quello che faccio io tutte le domeniche, raccontando la storia di questa botte e del recupero di questa tradizione.